こんにちは。11月12日金曜日、嘘でしょ、もう金曜日のお時間です。末永ゆりえです。本日もよろしくお願いします。ねえ、あの先ほどこの、16時の番組が始まる前の、オープニングプロローグみたいな、なんかあの映像を拝見したんですが、私今初めてあんな感じになってたんですね。初めて今日拝見して、アーカイブにも残るのかな、あれはどうなんだろう、あの今内に、なるほど、本放送だけの特典というかね、感じになっておりますが、はい、今日はですね、電車日と子牛の日と大安の日っていうこの3つの、あの吉日がトリプルで重なっているという最上吉日なんですよ。わー、皆さん何かされましたかね。なんか転写日って、または転写日って言うんですけど、あの1年に数回、ほんと数回しかなくって、でしかも転写日と、一粒万倍日とかなんか一緒の時ってたまにあるんですけど、こんな風に子牛の日とまた大安と重なってるっていうのは、あの2021年でも今日だけなのでね、なんだろうな、お財布とかを新調するもよし、または、会社を立ち上げるもよし、いろんな新しいことをするのによしとされている日なので、ぜひ、今日一日素敵な一日となりますよ皆様ね。はいっていうね、いい日にあの生放送に出演させていただけて本当にありがたいです。本日も最後までよろしくお願いします。はい、それではね、早速参りましょうかね。はい、まずはですね、こういう昨今、今こういう情勢にありまして、少しずつ緩和されて日常が戻りつつあるかななんていう毎日ではありますが、まだまだ対策はしっかり万全に行っていきたいと思います。そしてですね、こちらの、トレールフレッシュ、見えるかしら、このね機械が、非常にコンパクトでですね、もうねこのぐらいあんまわかんないかなんか卓上に置けるぐらいの、本当にね、あの小型サイズで手に余ることなく、こうどこへでも持ち運びできる空気清浄機となっているんですよ。はい、こんな時ですからね、皆様お手元にどうぞ。というのもですね、この局、鳥越あずり FM の局内で販売しているんですね。なので、わー、気になる方はぜひぜひお問い合わせください。まだお問い合わせが来たことは一度もないんですけどね。はい、ぜひねよろしくお願いします。よいしょ、そしてはい、こちらではですね、こちらの局では番組応援の会としまして、会員様を募集中でございます。特典、生放送の見学に抽選で参加できたり、応援する番組 MC とのイベント、また生放送中のテレビ電話に抽選で参加できるなど、多数の特典ご用意しておりますので、こちらぜひよろしくお願いします。はい、そしてですね、ちょっと入ろうかしら、どうしようかしらなんてお考えの方はですね、この表記にありますアドレスの方まで懸命に番組名を記入の上メールをお願いいたします。嘘でしょもう金曜日という番組名をですね記入して、会費は1万円で1年有効となっております。こちらぜひよろしくお願いしますね。まだあの抽選に参加されたとか、また抽選がされるという話は聞いたことはないんですけど、まあね、おいおいきっとやっていくのかなっていう感じです。そしてですね、番組へのご質問に限らず、ご感想や、最近こんなことあったよなんていう近況なんかもね、いろいろとあの聞かせていただけたら嬉しいので、こちらアットマークアズパン FM までね、ツイッター番組へのいろんな感想待ってます。ぜひぜひください、よろしくお願いします。スムーズですね。
なんででしょうね。すごいスムーズですね。はい。うん。そしてですね、こちらでは、提供が、していただいてるんですね。提供がというか提供を。はい。ですね、まずは、及川さん。及川さんの、ハッピーランド村、略してハピソンというですね、こちらバーベキュー会場というか、キャンプ場？キャンプ場をね、及川さんという方が経営されてるんですね。で、そちらのキャンプ場でもね、キャンプができますので、キャンプできるからキャンプ場なんですけどね、お写真なんかは、毎週ご覧いただいてる方はもう見られたかななんて思うんですけど、はい、とても良いところなのでね、メンバー誰一人まだね、ちゃんとは行けてないんですけどね、年内に行きたいなとは話しているんですよ。そうなんです。まあ、またね、何かご報告できることありましたらお伝えしたいと思います。はい。そしてですね、遠山園さん、こちらは、梨園の梨を売っているね、梨屋さんというね。はい。でもね、もう今シーズンが終わってしまいましたので、もう梨の出荷はされていないということなんですね。でもしかしこの、遠山園さんでは、Tシャツだったり、エコバッグだったり、なんかそういったこうグッズもね、販売されてるということなので、こちらもまた気になる方はぜひお問い合わせくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。はい。そしてですね、私もあんまり聞いてはいないんですけど、以前何回目だったかな、香水つけるパフュームのフェアリーテイルさん、フェアリーテイルパフュームさんという、会社さんから熊谷社長がお越しいただいた回がございました。そちらの、回ではですね、なんと熊谷さんが、アニメ作品の幽谷のモリアーティの、コラボされた香水というのをね、バーンと全て持ってきてくださって、そしてプレゼントしていただくという、本当に、まあ、ありがたい機会をいただいたわけなんですけれども、こちらのフェアリーテイルさんがね、なんと提供していただけると、スポンサーになっていただいたということで、ありがたいですね。本当にありがとうございます。こちらね、本当いろんな香水が、ちょっと今出るかな、どうだろう。はい、ありがとうございます。あ、なんだ、大の大冒険、ドラゴンクエスト大の大冒険のオードパルファムが発売、新商品ということですな。おお、すごいすごいね、人気ですものね。結構昔されてたアニメ、アニメですよね。ねえ、すごいすごい。こんな風にね、いろいろな、アニメーション、アニメのキャラクターをイメージした香水というのがね、もう新商品たくさん出ているので、もう私も本当なんか全部追いついて いかれないほど本当たくさんあるので、ぜひ皆様ご覧になってね。それでなんだっけ、中野ブロードウェイの会社さん、中野ブロードウェイの中にあるというね、お店。すごいですね。ねえ、なんか人ともコラボされているみたいですね。今ちょっとちらっとスクロールしていただいてるんですけど、というね、こちらもぜひよろしくお願いします。はい。そしてですね、こちら今月からオジドルヤクザという映画がありましてですね、このオジドルヤクザというね、映画はですね、今ちょっとここにフライヤーあるんですけれども、来年の1月ロードショーというね、作品で、こちらの作品の方にもね、ちょっと提供していただいておりまして、なのでね、またなんかこの映画に出ていらっしゃるキャストさんをゲストさんとしてお迎えできたらいいなとも思っておりますので、またお楽しみにしていただけたら、お楽しみに楽しみにしていただけたら幸いです。このね、
そう、大川さんとね、彦坂さんという方がダブル主演されているんですけど、この間ね、私地方ロケ行ってまいりまして、大川さんとね、彦坂さんとちょっとご一緒にお仕事ご一緒させていただいたんですよ。またそちらまだね、情報解禁にはなっていないので、今年中には解禁できるかなという感じですので、また続報お待ちください。よろしくお願いします。はい、そしてですね、早速ツイッターにメッセージをいただきましたね。ありがとうございます。はい、たまみさんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは。今日はゆりえさんお一人ですか？うるさい人たちがいないので、静かに落ち着いた放送になることでしょうね。よかったよかった。何がだという何がだまで書かれて、ありがとうございます、たまみさん。え、あれ、そういえばいませんね。気づかなかったよ。気づかなかった。通りでなんかすごい早く進むと思ったね。え、そういうことだったのか。はい、ですね、普段はここにいる道井良樹というものとですね、甲賀忍というものがおりましてですね、なんか昔話みたいになっちゃうなんかそういるんですよ。またね、電車を止めるなという作品で共演している2人なんですけれどもね、まあもともと3人での番組なんですが、今日私末永初めて一人で、今まではあれかな、リモートで2人で中継してっていうのはあったんだけど、今回ね、初めて私一人なんですよ。拍手。そう、先週はね、地方ロケで私の方がちょっと VTR 出演させていただきまして、甲賀さんがお一人でちょっとお任せしてね、していただいたんですけれども、今回は私一人ということで、何道の動画があると、それではちょっと見ていただきましょうかね。どうぞ。久々に竹下通りを歩いてみました。いやー、全然竹下通りなんて最近歩いてなかったですからね。だいぶ街の様子変わったかなと思ってたんですが、ご覧のようにシャッター閉めっぱなし、テナント募集のお店が結構ありまして、ここもそうですし隣もそうですね。いや、おそらくこのコロナの時期にお店を畳んだのかしらという気もします。ダイソー昔からありますね。ビッグカメラって書いてありました。え、ちょっと待ってください。何ダイソーの建物にビッグカメラが入ったんですかね。クレープ屋さんは相変わらず健在ではありましたが、ダイソーの入り、橋にね、なんでビッグカメラが入ってるんだろう。どういうコラボなんだろうかわからないですけど、このマクドナルドも昔から、ありますよね。懐かしい。よく行きましたよ、このマクドナルド。いや、この竹下通り、やっぱりちょっとどうなんでしょう。まあ、時間も時間だし、平日、ここもシャッターが閉まってますね。人がちょっと少ない感じもしましたけれども、ここの角の吉野家、これも昔からありますし、こっちのファミリーマートね、いやー、なんかいいですね。こういう変わらないものもあるのもほっといたします。吉野家でした。吉野家でしたって全く意味わかんないんですけどね。なんですかね、あれは。原宿の竹下通りをひたすら歩くっていう、ほんと謎動画ですよね。何ですかね、あれはね。吉野家でした、意味わかんないけど。まあね、竹下通りなんて私もうかれこれ何年ぐらい行ってないかな。全然もう行ってないけど、自分がなんか中学高校の時はよく学校帰りとかにやっぱり寄ってクレープ食べたりとか、まあ、全部一人での行動なんですけどね。よくしてましたね。なんか私が学生の時とかって
今どうかわからないんですけど、なんか、ロリータファッションとか、なんか原宿系ファッションみたいなね、なんかそういう感じでこう渋谷とか、新宿池袋とか、なんかちょっと違う異質なというか、なんて言うんだろう、もっとこうなんだろう、狭きを受け入れるじゃないけど、なんかちょっとこうコアなものが好きな人たちに優しい眼差しを向けるという、なんかそういうイメージがあって、で私やっぱその原宿の空気感がなんかすごい好きでよく行ってたんですよね。今の竹下通りとか原宿ってなんかその当時よりは結構可愛い系、可愛いジャパニーズ、可愛いみたいな、なんかそういう発信地になってたりしますよね。だからなんか、まあ、さっきほとんどシャッター街とは言わないけど、シャッター閉まってるみたいなね、道井さんもおっしゃってたけど、なんかこう、お店とかもねどんどん新しくなっていって、私の知ってるまた原宿とは違うのかななんてちょっとしみじみ思いましたけどね。ツイッターをねいただきましたよ、ありがとうございます。わー、はい、お疲れ様です、ケンケンです。今日は末永さんがお一人での番組で大変ですが頑張ってくださいね、応援しております、ケンケン。ありがとうございます、ありがとうございます。そうなんですよ、いやいやいや本当に何にもね、この番組最初こそね、いろいろ構成だったりいろいろなものを考えて、何分にはこのコーナー、何分にはこのコーナーっていうのね、いろいろあったんですけれども、そういうの全部廃止しようっていう制度になりましたのでね、今日も本当全然ノープランで、50分一人トーク大丈夫かっていう、こんな喋り下手なね私ですけど急に喋り下手になるっていうねいやいやもう本当にどうしようかね。そうなんか2人のチャチャが入らないからすごい早く進んでるんですよ今のところね。本当提供からあそこのねオープニングからね、とても早すぎてね、どうしましょう。じゃあなんか久々にコーナーやりますからね、私のVTR で、VTR とか出ますか？それではどうぞ。末永ゆりえの嘘でしょ？好きすぎてどうしよう。はい、あ、そうか、出番だった見ちゃったはい、久しぶりですね。何ヶ月ぶりかな、何ヶ月ぶりだろう、すっごい久々ですよ。なんかやれたらやろうかぐらいに考えてたんですけど、じゃああんまり私その SNS とかね、まあ しぶしぶというか一応ねお知らせだったりをね個人的にもしなきゃいけないということで、インスタグラムとねツイッターとやってはいるんですけど、なかなか自分の近況を話さないで有名なものでしてね、日常生活のおよそ9割は言って何も話したことがないっていう感じですので、最近のね近況をちょっと話してみようかななんて思っておりますよ。ですね、私は、今週、帰郷しまして、ちょっと地方ロケでずっと長らくね地方の方に行ってたんですけれども、そこでね撮影があった中日っていうのかな、空いてる日とかがあって、で、京都の方の本屋さんでたまたま行ったんで、本屋さん入ったんですよ。で、なんか本屋さんあったら基本やっぱり、神社と一緒でね、お参りしていかなきゃいけないみたいな空気にやっぱなっちゃいますので、こちらの本屋さんも寄ろうということでフラッと入ってったんですね。でそしたらもう本当なんだろう、他にいろいろ観光とかしようと思ってて、まあ、結果的に観光はできたんですけど、本屋さんにもう何時間もいちゃって、はい、こんな本あるんだみたいな、でいろいろいた時に、私ですねほとんどね人生で漫画を、あ、ごめん嘘だ、大人になってから漫画を全く読まないんですよ。
ほとんど読まなくって、で最後に読んでたのってなんかリボンとかチャオとか仲良しってわかりますとか、時にコロコロコミックとか、もう当時は私もう小学校の時とかすっごい読んでて、だからねその、90年代の漫画とかアニメとかもあんまり普段見ないんですけど、アニメも90年代アニメに激しい、なんだろう、執着というか教習をね携えたままちょっと大人になっちゃっているんですよね。そうだからアニメだったらセーラームーンとか名探偵コナンとか、あの当時やってたアニメにすごい熱があって、で漫画も同じように、あの神風怪盗ジャンヌとかね、これでなんか同世代かどうかとかちょっと分かっちゃうんですけど、とかフルムーンを探してとかはその後なんですけど、とかとか、あと吉住渉先生のミントな僕らとか、君しかいらないっていうやつもねめちゃくちゃいいんですよね。ハンサムな彼女もねあるんですけど、あのママレードボーイもめちゃくちゃいいっていうね、っていう語れることがほぼほぼ90年代の小さい頃読んでたっていうものに限るんですけど、そんなね末永がですね、もう久しぶりに10年ぶりぐらいにいやーっていう漫画に出会って、ちょっとね今日持ってきたんです。こちらです。夜の名前を呼んでね、三好珠先生ですかね、はい、夜の名前を呼んで、これはねもうね、あの本屋さんの棚で目があったんですね。ふーってこう、あの棚差しじゃなくてこうふっと置いてあって、平面に好きって思って、この絵も好きだし、なんかこう柔らかい絵、優しい絵で、でしかも何よりタイトルがいいじゃないかと、タイトル好きだぞって思って、なんか帯とかね、あの裏の方とか見てみたら、あの不安が募ると夜を呼んでしまう少女ミラっていうね、魔法医レイの下でその病と向き合いながら小さな幸せを見つけていく、お、ありがとうございます、アップにしていただいて。そうなんです、このね何ですか、不安が募ると夜を呼んでしまう、いいじゃないですかね、大好きだよこういうの。この子ミラちゃんは、主人公のミラちゃんは、あのうーってなんか胸が痛くなったり不安になると、あの夜を呼んできてしまって、部屋中がね夜で満ちていくっていう、真っ暗になっていて、それをとても恐れていて、でご両親の元からちょっと離れて、その魔法医のレイ先生の元で、このレイ先生もね、あのなんていうのかな、男性なんだけど美しい、髪が長くてもうめちゃくちゃ綺麗なレイ先生、ほんと綺麗でね、で柔らかくて、でそのレイ先生の元で少しずつ心の傷を癒していくっていうお話になっているんですけど、まあ、これが一巻でですね、もう目があってね、すぐその場で買いましたね。もう漫画買うのなんてほんと久しぶり。私もあんまりなんか本屋さんで、まあジャケ買い、いわゆるジャケ買いみたいな感じで買うので、内容とか全然知らなくて、自分のその目の合った感覚を信じて読むみたいな感じでね、で読んだらやっぱほんとよくって、あのね、星ジャムって言って、流れ星がいっぱいあるんですよ。でその星を、傘を逆にした傘、まあなんか傘で星をね、降ってくる星を拾い集めるんですよ。いっぱい星が降ってくるんです。でその星を、普通の星と迷い星っていうのに分けて、普通の星で星ジャムっていうジャムを作るんですよ。でね、迷い星っていうのは、眠れない夜なんかにこう人々が星を見て、その星に願いをかけたり思いを寄せたりする星を迷い星って言うんですよ。そうで、普通の星は流れ星が雲に落ちていった星なんだけど、迷い星っていうのは人の思いが入ってるから、ちょっと重みがある星なんですよ。だから落ちてくるっていうね。
でこの迷い星を入れると、まあ人の思いが入ってるから星ジャムにちょっとアクセントがつく。でもやったことない、じゃあやってみようっていう話になるんですよね。そうで、どうなったかはぜひこのコミックスを読んでみてね。もうほんといいでしょ、そういうなんか流れ星集めてジャム作るとか。もう絵もすごい可愛くって、なんかね、こういう、人の心の寄り添い合いというか、なんかそれをあったかい眼差しでこう優しく、なんていうのかな、見つめてくれているっていうね、作品は本当にね素晴らしいですよね。まだ時間がちょっとありそうなのでね、もういい作品じゃあ紹介しようかな。はい、こちらはですね、アンタイトルブルーという有名なのかな、なんか私全然その周辺情報を集めないで、はって思って、こちらもね、あの目があった中の一つだったんですね。ね、その京都の本屋さんで複製原画がね貼られてたんですよ、コーナーに。でその複製原画を見て、この絵コンテ、絵コン、映画だとかだったら絵コンテっていうんですけど、そのカット割りっていうんですかね、コマ、コマ割りかがすごい好きだなって思って、なんかコマの割り方が私なんか、すごい好きだな、なんで2回言ったのか分かんないですけど、はい、あ、いいなって思って、くるって振り向いたらこれがバーってやっぱりあって、でこれもね、あの内容よく分かんなかったんですけど、もう買ってみて、でね、2巻の帯だったかな、あの何者かになりたかったあなたへって書いてあるんですね。もうこれでもう買うっていう何者かになりたかったあなたへってめちゃくちゃ響くんですよ。そのいつだったかを過ごしてた鬱屈とした学生時代のね、何者かになりたい、でも具体的にはどうすればいいかわからないっていう、こう闇雲に生きてて、毎日こう憂鬱を引きずりながら生きてた学生時代がね、ふわっとこう思い起こされてね、もうこれはちょっと素通りできないなということで買ったんですけど、まあ、この主人公のね、あかりちゃんは幼少の頃に日本画家として、入賞して、神童だみたいな、天才画家来たみたいな感じで、すごくこう世間からも寵児としてもてはやされるんですね。そうでも、学生、中学生になって高校生になってて、こう大人になっていくにつれて、その本、本じゃない、作品がね全部落選続きになって、あ、終わったなとか言われるんですよ。もう使い捨てられてしまうんですね。でそこからもう嫌になってしまって、絵を本当は描きたいんだけど、もう絵なんかやめてやるって言ってね、倉庫に押し合っちゃうんですね。でそんな中、自分がよく描いた、モチーフとして描いた海の岸辺というか浜辺で、ある男性を拾うんですね。もうそのまま拾うんですよ。出会うっていうか、出会うんですね。で家に連れ帰って、またその彼がね天才だっていうね、このね天才だっていう文字にね1ページ確か使われているんですよ。私ここグッときましたね、すごく。もうなんかね、どちらもそうなんですけども、ちょっとなんか泣きながらね私は読んで、もう2巻3巻も出てるのかな、またね続きが気になるなと思いながら、はい、読みたいなと思います。あ、おやおや、ここで忘れし、動画もよこさなかった甲賀忍とやらからね、何やら中継が来ているそうですよ。つないでみますかおお、これはどんな風に聞こえるのかな、持ってきてくださるのかな、どんな感じ、ちょっと待ちましょうかね。いや初めての形ですね。あ、それではですね、ここで、私のお気に入りの曲を1曲流して、はい、聴いていただこうかななんて思います。以前ねちらっと雨の日に聴きたい曲の特集かなか何かで、少しだけかけさせていただいたんですけど、ちゃんとはまだかけさせていただけてなかったので、聴いていただきたいです。それでは聴いてください、寺尾紗穂さんで愛を届け。愛は長い時の中に抜け殻の私
い、聞いていただきました、寺尾佐穂さんの愛を届けでした。ありがとうございます。はい、素敵な歌でしたね。お、急に入っていきましたね急に聞こえますか。はい、それでは甲賀忍、はい、出てきましたね。はい、どうも皆様、あ、僕ら映ってるんでしょうか。映ってますよ。映ってますか。あ、はい、皆様どうもすみません。今日ですね、私ですね、ちょっとあの都合でですね、スタジオの方に行けなかったんですけれども、ご覧ください、見えますでしょうか。今私がいるのはですね、ここ私の別荘でございますねえ、まあまあまあ犬、私にとっては犬小屋みたいなもんですけれどもねはい、ということで、ちょっとじゃあ元に戻しますね。画像を切りますね。このあ、いや、いいですよ、別にそのまんまで、このままで。あ、そうですか。いや、違うんですよ、そこにいるんじゃないのね。あ、そうなんです、私今ね、はい、ここにいるんじゃないんですね。あ、ここにいるんですね。ほうほうほう、どこか分かりますか。分かりませんでしょ、うん、ちらっといろいろ、あ、誰か映ってますね私実はあの急遽ですね、来週ですよ、来週舞台をやることになりまして、中目黒でですね、はい、それのこれでございます。じゃじゃーん、あっちこっちにやってるの見えないはい、権現の剣というですね、見えますでしょうか、これ。あ、けいちゃんありがとうございます。はい、今これこのチラシ見えますか。ブレてブレて全然見えない見えます、はいはい、これ見ました。動、はいはい、見えました、ほら見えますけど、はい、はい、動かさないでね、はい、あ、11月19日から21日ですかね。そうなんです、もうすぐなんですよ、うん、これのね、急にですよ、うん、私ね、やることになりましてね、怖いですね、うん、恐ろしいですね、うん、ただですね、いい作品になりつつありますよ。これね、どういう、一体どういう話なのか、うん、それはですね、この裏に載ってますね、じゃん、こんな感じでございますね。字見えますか。ストーリーとか書いてますね、うん、見てください、このね、素敵な役者陣、そしてね、なんとパフォーマーの方もいっぱい出てくるんです。この中には、うん、世界一のね、ヨーヨー使いですとかね、うん、あとあの三味線のね、日本一ですとかね、なんとあのベリーダンサーですとか、あとあのね、すごい方がいっぱい出てくるんですよ、うん、はい、こういったね、どういう芝居なのかと言いますとですね、まあ基本的にはですね、時代劇なんですけれども、その中に、はい、いろいろなこういうパフォーマーたちと交えての芝居とパフォーマンスの融合でございますね。どうですか、今まで見たことがない試みでございますけれどもね、権現の剣、詳しくはですね、これあのこれで調べていただきますと、権現ってこれ権利の権です、権利の権に現れるの剣と調べていただければですね、うん、誰かしらのホームページに飛ぶと思うんですね、あのツイッターですとか、うん、そしたらですね、そのまあ飛んできたところの人たちからチケット買ってもしょうがないんだな、これね、多分あるだな、チケットバックとかないんだもんね、これね、あるんだっけ、あ、言っていいのこれ、あ、分かんないまあでもあのちょっとね、この推しの役者さんがいたらね、はい、その推しの役者さんに聞いてみてくださいね、次回で結構売ってくれると思いますんでね。はい、で今ね、うん、これ私のねカメラを撮って、あ、ちょっと待って、何何今ね、カメラ急遽カメラマンをやってくださったのはですね、今回、共演している、はい、ケイチくんです。どうもよろしくお願いします。健康バラエティ俳優のケイチと言います、普段はですね、モノマネをやったりですね、うん、ピースの綾部さんをやらせていただいたりですね。似てる。はい、ありがとうございます。私の特技があるんですけども、見せてもいいですか。ダメです。あ、やらせろ。やってみて、やってみて。あ、じゃあ、あの簡単なやつで、三点倒立を、山手線をですね、あの息継ぎなしで言うっていうのをちょっとやらせてください。どういうこと、どういうこと。いや、おおおおおおお、新宿、代々木、原宿、渋谷、恵比寿、蓮の五反田、大崎、品川、高輪、ゲート、浜町、有楽町、東京、神田、秋葉原、御徒町、上野、ウィスダン、日本、西日本に溜まった駒込、津川、大塚、池袋、明治、高輪、新横浜、新宿ありがとうございますちゃん、どう。ありがとうございます。すごいでしょ。すごいですね。この人ね、あの綾部さんっているじゃない、ピースの綾部さん、はい、あの人、アメリカに、ニューヨークに行きましたけど、戻ってきたんですかね、はい、あの人、あの、はい、先生、うん、あの人のモノマネをする人なんですよ、この人。そうなんですね。元は役者なんですけどね、なんか芸人でもありね、はい、なんか健康バラエティ、はい、
いろいろやってんだね。健康バラエティ俳優、はい、俳優圭一と言います。圭一ですね。皆さんよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。赤ちゃんが太ってます。ほら、最近。いや、そんなことないよね。ほらそんなことないよね。どうですかね。ないよね。うん、どうです。もう一人ちょっとね、はい、もう一人紹介しますよ。はいはい、はい、この方ですね。ちょっとマスクでね、美貌を隠してますけれどもね、はい、この子ね、岡田彩香ちゃんっていうですね、はい、知る人ぞ知るね、スーパーアイドルでございますね。ね、やめた方がいいよ、本当に。ダメだよ、ダメだよ。違うの？同姓同名が、ね、AKB の方じゃないの？じゃあ、ちゃうわ。怒られるわ、マジで。本当に怒られるよ。あら、すいません。じゃあ、ちょっと自己紹介して。岡田彩香と申します。健康バラエティ配信。私も健康バラエティ。あやかちゃんは何やってる人？私は女優をやっております。あ、AV の方？なんでだよ、本当に怒られるよ、いろんなところで。やばい、はい、いい女優なんですよ。よろしくお願いします。今回古賀さんの相手役なんですよ。もうすごく広いんだよね。それは大変ですね。ちょっと待って、ほら、何が大変なんだよ、入れちゃん。え、いや、もう重労働ですよね、どう考えても。うん、本当ですよね。なんとね、ね、演出のね、補佐もやってくれるんですよ、今回。あ、そうなんですね。そう、ね、いいの？見せて。大丈夫？はい、大丈夫よ。で、俺が言ったことをね、はい、全部パワーって書いてくれるのよ。すごいでしょ？すごい。なんかでも良いね、タッグが、そうそうそう、雰囲気がね、感じますよ。よろしくお願いしますね、岡田彩香ちゃんね。はい、ね。じゃあ最後にもう一人紹介しますかね。その感じでどんどん全員。ありがとうございます。おはようございます。あ、おはようございます。リコさんだ。ゆりえちゃん、この人ね、すごい人よ。知ってるよ。なんと、宝塚の人よ。リコちゃん、リコちゃんじゃないや、ゆりえちゃん。リコちゃんって言うな、先輩だぞ。この人ね、元宝塚。いやいや、昔の。いやいや、うん、女役なの、女役、娘役。いや、あ、お久しぶりです。お久しぶりです。花村。あ、知ってんの？いやいや、共演させていただいて。なんだ、じゃあ、はい、いや。どうぞ、ゆれちゃん。ゆれちゃんです。ゆれちゃん？そうですよ。末永ゆれちゃんです。はい。はい。お久しぶりです。リコさん、久しぶりです。わあ。小菓子の二人やってるの？そうなんですよ。毎週。疲れるでしょ。めちゃめちゃ疲れますよ。リコちゃん、今度来るよ、じゃあゲストで。リコちゃん来る？ゲストで来る。そんなにアップしていただきます？皆さんご覧ください、これね、頭につけてるの、これハズキルーペでございます。結構もうね、老眼なんですよね。いや、こら。ありがとうございます、リコちゃんね。皆さん、花村リコさんでね、いろいろ調べてみてください。どんどん素敵な情報が出てきますんで。あ、リコちゃん、そういえば明日なんかあるんだよね、イベントが。そう。明日ね、誕生日なんですって、リコちゃんが。昨日が誕生日。あ、昨日が誕生日なんですって。誕生日、わあ、おめでとうございます。ありがとうございます。で、明日ね、バースデーパーティーイベントをやるんですって。あ、そうなんですね。おお。うん、花が来ましたよ。ほら、岡田彩香ちゃんが持ってきましたね。なんかね、はい、チラシ持ってきました。おお。うん、うん。います。かっこいい。ところで、うん。まあ、おかげさまで満員御礼になっておりまして、ありがとうございました。じゃあもう入れないですね。すごい。うん、じゃあ別に告知しなくてよかったんですね。そういうこと言う、ねえ、ね、そうだ、ゆれちゃん知り合いだったんだよね。そうですよ、もう。ゆれちゃん、どうですか、一緒に共演したことあるんでしょ？はい、はい、させていただいて、うん、どういう人、まあ本人に言わないからちょっと言ってごらんよ。本人に言わないから。うん、でちょっとここだけの話。どうだった、共演してみてどうだった？いやいや、もうかっこいいんですよ、本当に。もうそう、かっこよくて。うん、でもね、ちょっとカッコつけてサングラス風に頭乗っけてるのは、あれハズキルーベだからね。なんでそんな。はい、じゃあありがとうございました。こちら生放送ですので、はい、ちょっと時間がね、オーバーしてしまって、はい、じゃあね、稽古にお戻りいただいて。はい、わかりました、ね、いいんですね、頑張ってくださいね。はい、戻りますよ。うん、戻られてください。
わかりました。それでは本当にね、ごめんなさい皆様、視聴者の皆様、私がいなくてですね、物足りないかもしれませんけれども、今後ともですね、どうか、この嘘でしょ、もう金曜日のことは嫌いになっても私のことは嫌いにならないでください。はい、寒い感じで終わりたいと思います。ゆりえさん、何事もなかったかのように電源落とすのやめて、この脳みそのね、生放送中なんだから、はいはいはい、同じ相方ですよね。うん、ありがとうございます。はい、いいですか、じゃあもう切って、はい、切ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。またスタジオに今度遊びに行きます。はい、ぜひ来てください。バカ、メインパーソナリティだわはい、もう大丈夫でーす。はい、どうやって切るのかな。はい、どうも、はい強制的にね、もうすごい電源すら切っちゃう。はい、ということでね、お騒がせしまして、はい、稽古場からなのかな、生中継、ちょっと飲み会の感じで、え、来なよみたいなね、感じのなんか動画風になってましたけど、まあ、皆さん本当に素晴らしい方々がね、ご共演されるということで楽しみですね。はい、そしてですね、ツイッターにメッセージをいただきました。ありがとうございます。はい、たまみさんからいただきました。ありがとうございます。ゆりえさん、ピンでもいける、お、来週からも一人でお願いします、なんでやあー、嬉しい、ありがとうございます。本当にね、なんかどうしようって思って、本当に一人でね、どうしようって思ったけど、なんかそんな風に言っていただけて心強いです、ありがとうございます。はい、それではどうしましょうかね。映画をちらっと、じゃあご紹介させていただきましょうかね。公式ホームページ出ますか、電車を止めるな。はい、こちらですね、私末永ゆりえと、甲賀忍、道井良樹、出演しております映画電車を止めるなですね。そしてなんとですね、この電車を止めるなが、池袋ヒューマックスシネマズにて、上映をずっとしていて、まあ、10月で終わるんじゃないかと言われていたんですけれども、なんと11月いっぱいもやるということで、嬉しいじゃないか、延長だよ、嬉しいね、本当に。11月は毎週金曜日となっておりますね。下の方に行けますか、なんだかね、すごいコラボ企画がどんどん進んでいるらしくて、もうちょっとスクロールかな、うん、はい、こちらアイドルマスターサイド M、先週、先々週ぐらいにアイドルマスターサイド M は、なんていうの、ソーシャルゲーム、ソーシャルゲームって言ってたんですけど、ソーシャルゲームであり、テレビアニメ化もされているらしくね、はい、もうすごく人気のある作品とコラボしているということで、この来場者特典としまして、銚子電気鉄道×サイド、アイドルマスターサイド M のお仕事コラボ記念のデザインカードがプレゼントでつくというね。ねえ、でなんかグッズとかもすごい出ているみたいですよ。そして なぜかね、この龍宮寺一馬ですね、龍宮寺のこの役をやっているのは畑くんだよね、畑くんがごめん、ちょっと会ってないから忘れちゃった。そう、なんかすごくこのアイドルマスターサイド M さんの作品のファンの方々が龍宮寺推しみたいな感じにね、どうやらなってるらしいんですよね。え、すごいすごい。ということでね、缶バッジなんかがね、急遽作られて、でこのコラボグッズもパスケース、アクリルスタンド、ヘッドマークの缶バッジ、映画鑑賞していただいた方のみご購入ができるというね、あ、この缶バッジですね、あ、すごいコラボレーションしておりますね。わー、ぜひぜひ見ていただいて、お手元にね、よろしくお願いします。でこのメニューもね、まだやっているみたいなので、濡れせんべいをチーズで焼いたよ、
ピザ風だよっていうやつとかねありますのでね、こちらも現地で食べていただけたら嬉しいです。はい、ありがとうございますね。それではそろそろエンディングのお時間となってまいりました。はい、ちょっとね時差がねありますけど、はい、こちら今流れている曲は、松本拓也さんさよならありがとうという、この電車を止めるなの映画のエンディングテーマともなっております。いつからね、いやいやいや早いですね、あっという間でした。なんか最初どうなるかなって思ったけど、結構うん、スピーディーに進んでいきますね。本当見ている方はどういう風にご覧くださったかちょっと不安ではありますけれどもね、えなかなかこう一人で50分、しかも普通のラジオとは違くてね、ウェブラジオっていうんですかね、こう映像もついているということでね、なんだかちょっとねありがたい一日でしたよ。じゃあ告知なんぞをねしていこうかと思いますよ。出ますかね。はい、ありがとうございます。こちらフォトテクニックデジタル、こちらね8月号が最終号となっておりますので、毎週お伝えさせていただいておりますが、6ページ銚子電鉄さんのご協力のもとロケ地ね協力いただいて、山岸慎さんというね写真家の方に撮っていただいておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。そして、何やら道井よしきさんもね、舞台をされているということで、今舞台本番中だっけかなね、舞台本番中みたいですよ、下北沢の駅前劇場、うん、でねされているらしくて、フライヤーなんかは出たりしますか。あ、こちらですね、ザ・キッチンでしょうかね。あー、うんうんうん、ザ・キッチン、なんか先々週か先々々週ぐらいにコックさんのね次の舞台でこれ着るんだよみたいな、だからなんか着ていこうと思ってみたいなことを言って、まあ、詳しくは、3人でのアーカイブをご覧いただきまして、その作品となっているのかな、うんうんうん、下北沢駅前劇場さんで、ね、公演中ということで、こちらもぜひお時間ある方よろしくお願いします。はい、そしてね、甲賀さんは、先ほどの、舞台が、11月にあるということで、こちらもぜひぜひ調べていただいて、調べていただいてというか、まあね、見ていただいてお時間のある方は、あ、はい、こちらですね、11月19日から21日まで中目黒トライさんでのね劇場、中目黒トライというところで、中目黒駅からほど近いのでね、皆さんアクセスはしやすいのではないかと思われますよ。はい、それでは今日はねこんな感じであっという間でしたが、また来週はどんな風になるかしらね。え、来週もまた見てくれるかなって、なんかありましたね、これなんだ、あ、なんかありましたね、あの某人気ねアニメありましたね。はいはい、それではまた今日残り、数時間の一日も素敵な一日にしてください。それでは本日もありがとうございました。また来週、バイバイ。さよなら、ありがとう、また会うその日まで、さよなら、ありがとう、素晴らしい明日。